第5ラウンドでありますが、じっと郷ひろみさんも心配そうに今初のボクシング観戦と聞いております。テレビ放送業務取締役上田充氏より勝利者トロフィーが贈られます。現在韓国には2人のチャンピオンがおります。 WBA のユ・ミョング、それから WBC のチャン・ジョンク、いずれもジュニアフライ級のチャンピオンでありますが、この2人に続いて3人目のチャンピオン。